次に神谷博史君。神谷君。立憲民主党の神谷博史でございます。本日も質問の時間をいただきましてありがとうございます。今ほど近藤先生からもお話ありました、近藤委員からもお話ありました、食料安全保障、その中でもこの災害というのも食料安全保障の一環ではないかと思います。ぜひ対応を私からもよろしくお願いをしたいと、まず冒頭申し上げたいと思います。それでは私の質問に入らさせていただきます。今回基本法においては食料安全保障、本当に非常に大事な概念として入ってまいりました。で、食料安全保障をどうやってやるならしめるのかというときに、やっぱりこの国では農業の基盤を大事にしなければいけない。では基盤とは何かといえば、農業者、農地だというふうに理解をしているところでございます。そこで今日は農地について少し伺いたいと、このように思っているところでございます。私からはですね、まず農地の維持確保、これについて伺いたいと思っているんですけれども、やっぱり農地の維持確保って、やっぱり農業基盤、農業の根幹にあたる部分であるというふうに理解をしておりますけれども、この25年間見ておりますと、残念ながら農地も減少している現状にございます。何が問題だったのか、これは予算委員会でも伺ったんですけれども、この農水委員会の場においても、改めて、大臣にお伺いをしたいと思います。いかがでございましょうか。坂本大臣。現行の基本法が施行されました平成11年時点では486万6千ヘクタールございました。しかし、令和5年時点で、429万7千ヘクタールとなりまして、この24年間で、57万ヘクタール減少をいたしております。主たる原因といたしましては、一つは宅地や工場等の建設に伴います農地転用、これはとりわけ都市近郊で非常に激しくなっております。そしてもう一つはやっぱり、これは中山間地も含めまして、高齢化や労働力不足によります荒廃農地の発生、こういったものが、この2つが大きな原因であるというふうに考えております。神谷君。ありがとうございます。全くその通りだと思いますが、その上で、先ほどもお話ありました通り、現在の農業者の方大体120万人ということでございますが、将来、この国全体の人口も下がってくるというところでございますけれども、農業者の推計が30万人になるというようなことで推計をされているというふうに理解をしております。仮にですね、この30万人という方々で耕作をしていただくということになると、実に4分の1の方で耕作をしていただかなければいけないということになるわけでございますから、だとすると、どれくらい耕作できるのかな、現実のマンパワーというのか、農業者の数で考えたら、相当程度厳しくなってくるんじゃないかなということも思うわけでございますが、どれくらいの農地が、仮に30万人とすればですね、現在の農地から、耕作できる、これ30万人でも維持ができるというふうにお考えになっているのか、また、どれくらいの農地が現在の農地から、不幸にして耕作放棄地になる可能性があるとお考えになっているのか、その辺の推計についてお考えがあれば伺いたいと思います。永井農村振興局長。お答えいたします。現行の食料農業のその基本計画におきましては、令和12年時点で農地面積につきましては414万ヘクタール、農業就業者数につきましては140万人と見通しているところでございます。今国会で基本法改正案が成立した際には、それを踏まえまして策定されます次期基本計画におきまして、農地面積でありますとか、農業就業者の確保をはじめとする食料安全保障の確保の目標に関する数値の具体的な内容について議論していくことになると考えております。いずれにいたしましても、農林水産省といたしましては、農地の維持のため、農業の生産性の向上に資する農業生産基盤の整備を行うとともに、意欲と能力のある担い手の育成を図り、農地中間管理機構を活用いたしました農地の集約化等を推進しつつ、荒廃農地の発生防止のため、地域の共同活動でありますとか、鳥獣害対策、粗放的利用による農地の維持保全の取り組みなどの施策を推進しているところでございます。また、農業者につきましても、高齢化が進みます個人経営体におきまして、今後も大きく減少することが見込まれることから、次代の農業人材を育成、確保するため、収納に向けたさまざまな資金メニューでの支援でありますとか、新規収納の受け皿としても重要な農業法人の経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。神谷君。
今、局長からご答弁いただきましたけれども、もちろん農業者減らさないということが我々にとって非常に重要な問題だと課題だと思っておりますし、あるいは農業者に新たに参画、新しい方に参画いただいて工作をしていただく、これは本当に必要なことだと思います。ただ現状で推計でいうと30万人という見込みだというようなお話も一つには聞いているところでございます。そうなったときに本当に30万人でどれくらいできるのかというのは現実の話として、このあと基本計画の中でもお考えになってなるんだろうと思うんですけれども、本当に現実の話として考えなければいけないと思っておりまして、そうだとすると30万人でできる規模というのは実はそんなにどうなのかというところもあります。もちろん耕作条件もあって平地もであれば多少できるかもしれませんが、例えば中山間地であるとかそういうところも含めて、本当にじゃあ30万人でどれくらいできるのかだとすると、現実的な話としてどれくらいの生産力というかどれくらいの収量が上がるのか、そうすると自給率どうなるのか、さまざまなことがやっぱり考えなきゃいけない。特に食料安全保障という概念の中ではこれは絶対必要な概念だというふうに思っているところでございます。現在多分まだそういった集計等あるいは推計等はされてないというような今のご答弁だったと思います。ただやっぱりこれ絶対やっていただくべきなんじゃないかなと実は思ってます。ある種のシミュレーションというんですか、そういうようなことだと思うんです。これ基本計画の中の議論議の中でやっていくおつもりがあるんでしょうか、いかがでしょうか。坂本大臣。現行基本法制定時から60万人近く減少している、今先ほどその原因としては先ほどご答弁も差し上げたとおりでございます。そういった状況を踏まえまして、今回の基本法改正に合わせまして、農信法を改正をいたしまして、農信条例の厳格化を措置することで、農業生産の基盤である農地を確保するということにしております。一方の方で、法人形態でございます経営基盤強化を措置することにより措置することによりまして、やはり法人形態によりまして、農地を活用していただく、営農していただくいうような効率的な農地の利用促進を図ってまいります。そのためにやはり現在地域計画を作っていただいておりますけれども、この地域計画の中でしっかりと農業生産の生産基盤の強化整備、そして農地の集積集約をやっていただくこと、それからスマート農業化といいますのも、これは今後の大区画化スマート農業がやはりそこに貢献できるような農地の区画化、大区画化、こういったものも必要であるというふうに思っております。と同時に、担い手が中心でありますけれども、担い手以外の多様な経営体、こういった方々によりまして、農地をやはりしっかりと確保しながら、それを耕作していく、まさに一体となって農地の維持が図れるように今後取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。神谷君。大臣の問題意識はその通りだと思います。その上で、農信法についてはこの後の法案審議の際にまたご議論させていただこうと思っているんですけれども、今ほど大臣先ほどですね、30万人減るというような話の中でやっぱりどれくらい農地が維持できるのかということは、維持できるというか耕作していただけるのかというのは条件もあるでしょうし、地域もあるでしょうし、しっかり推計していただくべきなんじゃないか、その上でシミュレーションした上で、実際にどういう規制のあり方であるとか、あるいは誰に耕していただくとか、今計画の話もしていただきました。実際にその計画ができてくればある程度見通すこともできるかもしれませんけれども、こういったことを実際のシミュレーションとしてやるべきだと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。これは杉中総括審議官。今後基本計画の見直しをするということがありますけれども、現行基本計画でもですね、自給率の算定のバックデータとしてですね、生産努力目標として作物ごとにどれぐらい生産を増やしていくか、また構造展望等でですね、それを行う農業形態っていうのをどういうふうに確保していくか、また農地の見通し、今後目標になる可能性ありますけれども、としてどれぐらいの面積を使っていくのかと、それを組み合わせた上でですね、国
できるだけ国内で作るものは作っていくという方針を目指していきたいと思いますので、先生がおっしゃるような形でですね、いろいろな要素を検討した上で地域基本計画を作っていくということになりますので、その点についてはしっかり作業したいというふうに考えています。委員長。神谷君。審議官ありがとうございます。ただ一つ確認したいんですけど、基本計画って一応5年じゃないですか。で5年ということで考えたときに、この30万人って確か2040年の推計だったというふうに理解をしておりまして、だとすると、この2025から2030の話もそうなのかもしれませんが、その後の2040までのシミュレーションも含めた上でこの5年間を練っていくということが大事だと思うので、見通しにおいてこの5年間の基本計画を作る際にその先々も見据えた上で作っていくべきだと思うんですけど、こういった考え方でよろしかったですか。杉中総括審議官。この基本計画をですね、今回基本も変わりますので、そのあり方についても広く議論したいと考えておりますので、長期的な見通しと、5年間でのしっかりとした計画というのの組み合わせをどういうふうにしていくかと、これは生産努力目標とか濃縮いろんな要素でちょっとずつ変わってくることもあると思いますけれども、しっかりいろんな人たちにご意見をいただきながらしっかり考えていきたいと考えます。委員長。神谷君。ぜひこの部分をしっかり考えていただきたいと思います。また30万人という数字、やっぱり大きな大きなショックがある数字だと思ってますし、このことが与えるこの国の農業に与える影響というのは実際これ考えなきゃいけないと思っているところでございまして、おそらくいろんなことは考えていただいていると思いますが、それをいかにして少なくして減っていく数を少なくしていくかって、ここが逆に言うと農政の肝じゃないかなと思ってますし、それがこの基本法の実は肝じゃないかなというふうにも思っているところでございます。そういったこともあるので、農地の減少がなぜ起こったのかというのはやっぱり見なきゃいけないだろうというふうに思った次第なんです。その上で、農地を維持していくための規制のあり方、この規制のあり方は現在の形が本当にいいのか悪いのか、残念ながら今の規制の段階であっても先ほど大臣ご答弁いただいたように、残念ながら減っているということでございます。もちろん農地転用の部分があるわけでございますけれども、農地転用以外の部分で中山間地でどんどん減っているみたいなお話もございました。そんなことで考えると、やっぱり規制のあり方そのものに問題があるのかないのか、ここを考えなきゃいけないと思いますし、また耕作放棄地を出さないために農業者以外の方にも耕作していただくということも考えなければいけないと思うんですけれども、これについてですね、大臣の所感改めて伺いたいと思います。いかがでございましょうか。坂本大臣。農地農信法の改正があるということでですね、全国知事会等も含めて、さまざまな要望が私のところに来ております。その必要以上に厳格化することによりまして、非常にやっぱ地域にいろいろな弊害が起きるというようなことで、それぞれ農地を守るためには地域地域の状況がありますので、それはそれとしてしっかりと考えながら、国と地方の協議の場等を通じまして農地を確保していかなければいけないというふうに思っております。それ以外につきましては、やはり先ほど言いましたように、担い手がしっかり農地を活用していただく、合わせて、やはり担い手以外の多様な経営体が、そこに農業として農地に取り組んでいただく、こういったものを、今後しっかり進めていきたいというふうに思っております。神谷君。ありがとうございます。もちろん担い手大事です。担い手に集めていくことも大事です。その上で、多様な形態があることが本当に非常に重要なんじゃないか、農村の多様性って非常に大事だと思っておりますので、ぜひそこも考えていただきたいと思いますけれども、ただ規制のあり方については、先ほど申し上げたように現在の規制であっても残念ながら減っているという現状を考えたときに、じゃあ今の規制のあり方どうなんだろうか、あるいは規制を厳格化したとして維持ができるのかどうか、ここも考えなければいけないと思ってまして、厳格な規制の下であってもどういう方に入っていただくのか、あるいは、実際にちゃんときちんと耕作していく方であるならば、いろんな方に耕作していただくことも考えたらいいんじゃないか、あるいは耕作権の利用なんてこともあるいは考えてしまうとか、いろんな、ここは考えどころだと思っておりますので、ぜひ大臣、もう十分いろいろお考えだとは思いますけれども、ぜひまた
今回の基本法改正にあたってはこの辺についてもご留意いただきたいと思いますし、その上での基本計画の改定に、ぜひお知恵を絞っていただけたらと思う次第でございます。でまた今回の基本法ですね、生産性向上のために、農地集積を進めていくという方針であると思いますけれども、これ本会議場でも申し上げたんですが、北海道ではかなり農地集積が進んでおります。その結果として、残念ながら農村の過疎化であるとか、限界集落であるとか、そんな課題がさらに増えてしまった、進行してしまったんじゃないかというふうに思っております。農家戸数が今後も、減少する、先ほどあったように120万から30万人というようなこともありましたけれども、そうするとですね、果たして農村集落が維持できるのだろうか、ここが非常にやっぱり課題だと思っております。もちろんやっぱり人が住めないところに農業が成り立つとは思えないわけでございますから、集積の結果として、やっぱり農村コミュニティの崩壊という副反応が出る、そのことについてどう考えていくのか、大臣の所感を伺いたいと思います。坂本大臣。集積の結果として の副反応、これは委員のご地元でございます、知床等で、私も、話聞いているところでございます。それで、先ほど言いましたように、高齢化、人口減少、急激に進行している中で、地域の農地が適切に利用されなくなること、そして、地域コミュニティの維持等に支障が生じること、これは確かに懸念をされます。このため、引き続き担い手への農地への集約化への取り組みを推進していかなければいけないと思いますけれども、問題はやはり使われなくなる農地が増えるということが一番心配でございます。ですからできるだけそれを使うこと、そして農村コミュニティにおきましては 農業にあるいは何らかの形で関わっていくという高齢者も含めてですね、このことが必要なんだろうというふうに思います。そういうことで、多面的支払い機能というものを今後もしっかりと維持させて、農村の下支えということをやってまいりたいというふうに思っております。それ以外にも、6次産業化や農福連携、などの農産業村のイノベーションの取り組み、そして農村 RMO によりまして、さまざまな地域業態というものをそこに生み出していく、こういったものによりまして農地が集積集約化されようとも、そこに農村の集落機能、コミュニティ機能がしっかりと息づく、こういったものを作り上げてまいりたいというふうに思っております。神谷君。ぜひご利用いただきたいと思ってます。集積率北海道多分 85% 超えてきたと思ってます。そういう中においてはもう1人当たり、要は1形態当たりの規模ってのも相当大きくなっております。そうするとですね、その方抜けるとその農地、15兆、17兆、20兆、人によっては70兆、80兆、100兆という方がいらっしゃいます。そういう方々が抜けた結果として、じゃあ引き受けてどうなのかって、なかなかこれ本当に厳しい、現実の話として厳しくなってまいります。そういったこともありまして、できればやっぱりもちろん大規模にやっておられる方は大事なんだろうと思うんですけれども、やっぱりそればかりではない農村の構造っていうのが必要なんじゃないかなというふうに思っているところでございます。ですので集積も大事なんですけれども、むしろ私は農村における多様性みたいなものが必要なんじゃないかなというふうに思ってますし、今度の基本法、実は食料農業農村基本法ですが、この農村部分が意外と弱いんじゃないかなという実感も実は湧いております。そういったところもですね、ぜひご留意いただきたいと思うんですが、そういう意味でですね、先般また質問させていただいたところもあるんですが、規模拡大、これまで目指していただいて、生産性の向上ということでやっていただいたんですけれども、規模拡大が直ちに生産性向上につながったのかといえば、実はそうでもなかったんじゃないかなということは私は申し上げました。これ実感として申し上げました。直ちに大きくすれば、もちろん面的整備をやると効率が上がるのは事実でございます。ただそれに応じてですね、機械投資であるとか、あるいはさまざまな投資がまた必要になってまいりまして、ここの部分が相当重くなっているというのも事実だというふうに思っています。そういった意味で考えたときに、
まあ、もちろん農地を大きくすること、あるいは規模を拡大していくことが、一部そういった省力化や労働時間の短縮とかそういう効果が否定をしないものの、やっぱり、面的な整備も含めてできるところっていうのは、この国の国土条件から考えると意外とそんなに多くないんじゃないか、いい場所ってそんなに多くはないんじゃないか、先ほどお話一番最初にありましたけれども、中山間地でやっぱり多くやめてってるような現状もあるんだろうというふうに思ってます。そうした背景を見たときに、やっぱり大規模化ばかりじゃないんじゃないかなというふうに思ってまして、先ほども申しましたけれども、多様な中小家族系であるとか多様な農業形態が農村にいること、これが実は非常に意義があることじゃないか、農村ということで見たときには非常に意義があることじゃないかなと思うんですけれども、この中小家族系あるいは多様な農業者の存在、こういったことが地域にいる、地域コミュニティにいること、この意義について改めて大臣の所感を伺いたいと思います。坂本大臣。北海道の地理にちょっと不安ないだと思うんですが、先ほど失礼しました、知床ではなくて空知でございます、申し訳ありません。高齢化いたします農業者の減少に伴いまして、今後離農農地が多く生じることは懸念されます。規模経営の代償や家族法人などの経営形態を問わずに農業で生活を立てる担い手を育成確保することが引き続き重要であるというふうに考えております。一方で、委員おっしゃいますように、兼業農家など担い手以外の多様な農業者も中山間地域等の農地の保全、それから管理、そして集落機能の維持などの面で本当に重要な役割を果たしております。このため、今般提出いたしました食料農業農村基本法の一部を改正する法律案におきましては、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成確保を引き続き図りながら、一方の方で担い手とともに地域の農業生産活動を行う担い手以外の多様な農業者を位置づけたところでございます。多様な農業者につきましても、その役割に応じた支援を行いまして、双方で連携のもと、一体となって中山間地域をはじめとした地域農業を支えていくことが重要であるというふうに考えております。神谷君。大臣、ありがとうございます。ぜひお願いをいたしたいと思います。その上で、一番最初冒頭伺ったときに、中山間地、やっぱ荒廃が進んでいるというか、残念ながら耕作放棄地になっている例があるということでお話をいただきましたけれども、今後ですね、中山間地特にこれまで水田活用直接支払交付金支えてた面が実は大きかったと私自身は思ってます。でこういった部分が、20歳かなりなんなり今回なる可能性が高い部分が多いと思うんですけれども、そういった、20歳化を経たとしてその後きっちり支援がなければ、こういったところまた何て言うんですか、中山間地こういったところ支援がなくなった途端にですね、耕作放棄地になる可能性が否めないんじゃないかなと実は懸念をしております。やっぱり中山間地の支援のあり方についてやめてくれも多いんだというような話もあったので、支援のあり方やっぱり支援が足りてないんじゃないか、そういったところを思うわけでございますが、この辺についての所感を改めて大臣に伺いたいと思います。いかがでしょう。坂本大臣。中山間地域で2000年と2020年を比較をしてみますと、販売農家数はこれ半減をいたしております。しかし一方の方で農業産出額の方は微増となっております。私はそれだけ中山間地の皆さん方、さまざまな形でブランド化をされている、検討されているというふうに思います。米一つにいたしましても、コウノトリの舞とか、あるいは、赤トンボ舞とか、さまざまな工夫をしながら、中山間地ならではの特色を生かした取り組みというのをされているというふうに思いますので、そのことについてはしっかりと後押しをしてまいりたいというふうに思っております。その上で、これまでの中山間地直接支払い制度によりまして、営農そのものを下支えしながら、一方の方で
スマート農業技術を活用した、まあ、中山間地でもスマート農業できますので、生産方式や、まあ、地域に適した、まあ、品種技術の導入、こういったものもやってまいりたいと思いますし、まあ、収納に中山間地での収納に向けた研修資金や営農開始資金の交付、そして、経営発展のための機械導入の支援による農業の担い手の育成確保、こういったものに取り組むことによりまして、まあ、中山間地を、まあ、しっかりと支援してまいりたいというふうに思っております。委員長、神谷君。大臣おっしゃっていただいているように、有料な取り組みについてこれも後押ししていくって、これも大変大切なことだと思いますが、一方で言うと、先ほど産出額は増えているんだというご紹介もいただきましたけれども、一方で言うとやっぱり耕作放棄も増えているという現実もやっぱり見なければいけないと思ってまして、だから、まあ、いわば有料な取り組みができたり先進的な取り組みができるところについては、まあ、頑張っていただいているので、それはそれで後押しをしなければいけないのですけれども、それとは別にしても普通に耕作をしている方がやめていかなければいけない現状もやっぱり見なきゃいけないんだろうと思います。まあ、努力しなければダメなんだというところがあるのかもしれませんけれども、決してそういう、まあ、有料な取り組みができない農家さんが努力してないかと言われればそういうわけでもないと私は思っています。普段に、まあ、耕作放棄、中山間地という条件不利地の中で普段に耕作をする、それも何ていうんですか、怠けることなくやっているということであるならば、これ十分に評価するべきだと思うし、むしろこれで経営が維持できないということが問題なんじゃないかなと思います。そういった意味でのいわば下支えというか経営の見通しがつくような、そういう経営維持のための支援策、ここもぜひご留意いただき考えていただきたいと思うんですけれども、大臣そういった考え方でよろしいんでしょうか、いかがでしょう。坂本大臣。全体として、中山間地の直接支払い制度がまず大きな枠としてあって、まあ、その中で、まあ、しっかりと営農される方々のそれぞれの営農手法、そういったものに対して、まあ、支援をすることによりまして、中山間地の農業というものをやはり持続させなければいけないというふうに考えております。神谷君。中山間地の営農の持続に向けてぜひよろしくお願いしたいと思います。その上で、まあ、中山間地が代表的なんですけど、条件不利ということを考えたときに、実は条件不利って傾斜地だけじゃないんじゃないかなというふうに思っております。例えば、まあ、面的な整備ができなくて非常に多くのところを抱えているというのも、これも実は条件不利なんじゃないかなと思ったりもしています。あるいは最近はお辞めになっていく方も多いので、やむを得ず引き受けるみたいな田んぼが、あるいは畑、耕作、そういう場所がたくさんあって、あるいはその分散作法というのか、多くのところに通い咲というのか、通わなきゃいけない例も聞いているところでございます。北海道だと本当にひどいところだと通うのに30分かかるんだみたいなところもまあまあ聞いているところでございまして、実はこういったところも、まあ、かかり増し経費という意味では条件不利じゃないかなと思っています。この際ですね、そういった傾斜地以外のさまざまな条件不利、改めて、まあ、考えていただけないかというふうに思うんですけれども、この条件不利ということに対する考え方、これを、まあ、見直すというのか、あるいはもう一度考える、そういうことはいかがでしょうか、お考えになっているでしょうか。坂本大臣。まあ、条件不利、いろんなケース、パターンがあるんだろうというふうに思います。中山間地等におきましては、適切な農業生産が継続できるように、まあ、中山間、先ほど言いました、直払い等によりまして、生産条件に関する、まあ、不利を、まあ、補正をしているというところでございます。で、本制度では傾斜がある農地のほか、自然条件により小区画、あるいは不整形な他も支援の対象としておりまして、まあ、委員お尋ねの面的な整備ができずに小区画となっている田んぼにつきましては、本制度の対象というふうになっております。一方で、農地が遠方にあるなどのにより、作業が非常に非効率となっている場合につきましては、地域の将来の農地利用の姿の明確化に向けて、現在市町村で取り組んでいただいております地域計画の策定過程におきまして、地域の話し合いを通じて農地の集積だけでなくて、まあ、集約化を進めていただくと
そういうことで、最適な農地利用を進めることが、可能であるということなどから、条件不利性が、そういう遠隔地というだけでですね、あるとは言えないというふうに考えております。神谷君。最近になって本当に多く辞める方があって、で結果として引き受けなければならない、それがかなり遠方、その地域の中ではどうしても中心になる方が引き受けなければいけない、その結果として、しぶしぶというわけではないですけれども、多くの遠隔の農地が実際にできているというような事例を多々聞いているところでございまして、これがやっぱり最終的にまた障害になってこないか、あるいはかかり増し経費、当然あるだろうと思うところでございます。そういった実は細かく見ると条件不利に相当するような部分たくさんあると思いますので、そういったところにどういった支援ができるのか、かゆいところに手が届くとは言いませんが、そういったこともこの際考えていただきたいということを新たに要望させていただきたいと思います。その上で今回次白書について伺おうと思ったんですが、お時間が来たようでございますので、PDCA サイクルを回す上でも白書非常に重要だったと思っています。新しい基本法の中での位置づけ、多少少し変わったような、あるいは変わってないような、そんな書きぶりになっておりますので、ここについて、PDCA サイクルを回すという意味でしっかりと審議会にもかけていただく、あるいは国会にもご報告いただく、そのことを質問ではなくご要望という形で申し上げさせていただいて、この場での私の質問とさせていただきます。どうもありがとうございました。